王英の乱は、室町時代の王英六年に、守護大名の大内義弘が、室町幕府に対して起こした反乱である。室町幕府の将軍は、有力守護大名の連合に擁立されており、その権力は弱体だった。三大将軍、足利義満は、将軍権力を強化するため、花の御所を造営して、県政を示し、直轄軍である方向衆を増強した。また、 吉光は、有力守護大名の弱体化を図り、攻略元年、細川氏と柴氏の対立を利用して完了、細川頼行を失脚させた。皇后元年には、時安行を挑発して、挙兵に追い込み、これを下す。そして、明徳二年、十一カ国の守護となり、六分の一伝と呼ばれた、大勢力の山梨の分裂を消しかけ、山名時広としこれの兄弟を、 一族の宇治清と光幸に打たせて没落させた。さらに、時広都市これを謝面して宇治清と光幸を挑発、挙兵に追い込み滅ぼした。山梨は三カ国を残すのみとなってしまった。大内氏は、くだら聖王の王子臨床大使を外称し、須王に土着して武士となり、鎌倉幕府の御家人に連なった。南北朝の騒乱では南朝日子が後に北朝に、基準して、 九州の菊池白と戦い、幕府から数王、長と岩見の守護職に任じられた。大内義弘は九州短大、今川良春に従軍して九州の南朝方と多年にわたり戦い、武前守護職を加えられた。明徳の乱では義弘は大いに奮戦して、武功一印く泉、義の守護職を与えられる。また南北朝方一を圧戦して功績があり、 足利市一門の待遇を受けるまでになった。義弘は、本拠が大陸と近い地理を生かして、朝鮮との貿易を営み巨万の富を蓄えていた。義弘は、朝鮮の要請に従って、和光の金圧に努力して、朝鮮国王から賞賛されており、義弘は使者を朝鮮に送って祖先がくだらみ子であることから、朝鮮国内の土地を賜ることを願うなど朝鮮との、 強いつながりを持っていた。須尾長戸、岩見、武前、泉、キの六カ国の守護を金貿易により、財力を有する強大な大内氏の存在は、将軍先生権力の確立を目指す義光の警戒を誘った。応恵元年義光は将軍職を嫡男の義持に譲り、大城大臣に上る。もちろん、実権は掌握したままだった。欧恵二年には、 大乗大臣を辞して出家し、同義と称した。諸大名、く家はこぞって、これに追従して出家し、吉弘もまた出家した。この頃までは、吉光と吉弘の関係は、良好だったが、大江四年、吉光は北山大の造営をはじめ、諸大名に、人数の教室を求めた。しかし、諸大名の中で吉弘のみは、 武士は弓矢を持って奉公するものであるとこれに従わず、吉光の不況を買った。同年末、吉広は小西討伐を命じられ、畜前で戦い、弟の万広氏が討ち死にするがその声の恩賞の、沙汰がなく、不満を募らせ、吉光が裏で小西と菊池氏に、吉広を討つように命じていたとの噂もあり、憤慨していた。大江五年。 来日した朝鮮施設から義弘が莫大な沈没を受け取っていたことを、柴義シらが義弘は朝鮮から賄賂を受け取っていると吉シに残念し、それが義弘に聞こえて激怒させている。大陸との貿易の推進を図る吉シにとっても、朝鮮と強いつながりを持つ義弘の存在は目障りなものになった。吉シは、たびたび義弘へ上洛を催促するが、泉。 キーの守護職が剥奪される、上落したところを中殺されるとの噂が流れ、吉弘を不安にさせた。追い込まれた吉弘は、鎌倉久保を、足利光影と密約を結んだ。この密約は、今川良春が仲介した。良春は吉光によって一方的に、九州丹内を解任され、遠見駿河反国守護に左遷されていた。さらに吉弘は、 千年の時安行の乱で没落していた、美野の時千次家、明徳の乱で滅ぼされた、山名氏清の着男宮田寺、清、大海の京国秀光や比江山、幸福寺氏と、楠木氏、正隆、菊地氏ら旧南朝方と連絡を取り挙兵を流した。大内四分国と、半疑万派の挙兵拡大を永六年十月十三日、大内義弘は軍勢を引いて、 泉堺の裏につき、家臣の平井新左衛門を受落させるが、自身は散落しなかった。吉光のもとに、大内義弘無本の噂が伝わる。吉光は、少年院門関村同胞信王に仕える。伊予方言を堺へ送り上落を促すが、吉弘は、意に沿わないことがあると散落に応じない。10月27日、吉光は、前奏の絶海な津を死者として、 堺井へ派遣した。吉弘は一門重臣たちと対応を内断。弟の広持は上位に従い三落することを主張。平井備前入道も強順して嘆願すべきであり、さもなくば、朝敵となりおえ滅亡になると吉弘を説得した。一方、杉文吾入道は、将軍は道家を滅ぼそうとしていると公戦を主張した。吉弘は、絶海中津と面談。絶海中津は、 将軍家が義弘を滅ぼそうとしているとの噂を信じず、上落して将軍家に謝罪すべきことを説く。義弘は将軍家からの御恩の深さを感謝しながらも、今川両春に従軍しての九州での戦い、明徳の乱、南北朝合一、小西大寺での自らの功績を述べ、それにもかかわらず将軍家は泉時を取り上げようとし、 千年の小日との戦いで討ち死にした弟の万、広氏の子への恩賞がない不満を述べる。絶海な勝は、吉弘の中説は、隠れなきものであり、世の噂を信じるべきではない。また万広氏の子への恩賞がないのは上洛しないために、交渉できないからだと重ねて、上洛を促した。これに対して、義弘は制度をいさめるため、関東と同心しており、ここで上洛すれば、 約束を違えることになる。来月二日に関東と共に上落すると言い放った。事実上の宣戦線布告である。絶海な勝は説得を諦めて帰郷する。もっとも大英記などに描かれた吉弘の姿には必ずしも実際の流れに即していたとは言えない。この時、すでに関東の鎌倉久保、足利光兼か,から吉弘のもとに幸福寺に対して、 結起を促す、ご教書が届けられていたが、そのご教書が実際に、幸福寺へ届けられたのは11月4日であった。堺と奈良の距離を考えると、この書状が堺を出たのは、絶海中津との会談から数日経っていたと考えられ、吉光が実際に、吉広討伐の軍を発行させるまで、吉広の心中では、吉光と戦うか否かで迷っていた可能性が高い。 絶海中津からの報告を受けた吉光は、翌10月28日に、吉広討伐を命じる地罰御教書を出した。直ちに、細川頼元、京国高専、赤松吉則の先発隊六千余木が淀から泉へ発行する。11月8日、吉光は馬回り二千余木を率いて当時に陣を構えた。11月14日、吉光は八万まで進み、完了。 畑山も特にと全官僚、柴義行が率いる主力3万機が泉へ発行した。義弘は表情を開き作戦を断じた。弟の広持は城を構えて、泉、義に拡挙して持ちこたえる策を提案。杉文吾入道は規制を制して、船で天ヶ崎に上陸して、8万の陣を突き決戦することを主張した。かねてから謀本をいさめていた平井備入道はで戦は、 無益であるとし、牢城策を説いた。吉弘は牢城策を取った。吉弘は材木を集め、聖老四十八と矢倉専用を建てて、境に法十八丁の強固な城を築き、たとえ百万機の軍勢でも破ることはできないと豪語した。一方で、吉弘は内死にを覚悟して、金で経していた僧を招き自らの葬儀を取り行った。また、 王に残した母に片身という遺言を送り、弟の森身には文国を固く守るよう申し送った。義弘に従う、者たちも皆、内死にを覚悟した。幕府軍三万余機は、堺を包囲し、会場は、四国、淡路の海賊集百余想が封鎖した。義弘は、河地国の森口城で戦っていた、杉九郎と鴨山に配備した杉備中神を、立ち乗かせて、 境に兵力を集中させた。吉弘の軍勢は五千余機。11月29日、幕府軍が一斉に時の声を上げて、総攻撃を開始した。大内勢はこれに応じて、矢倉から散々に居まくった。官僚、畠山も特にの軍勢二千余機が、北側の一の軌道、二の軌道を打ち破り、三の軌道まで攻め寄せ700人余りが死傷する、激戦を展開する。 畑山勢に代わって、山名時広の軍勢五百余機が攻め寄せ、木内からは杉文五ら五百余機が出撃して戦う。吉広も二百余機を率いて、これに合力する。伊勢国士の北畑県体の軍勢三百余機が、三名勢に加勢、四足の万安氏が打ち死にするほど、激しく戦った。細川勢、赤松勢の五千余機は、南側から、 六角勢、京国勢は、東側から攻め寄せる。戦いは、夜まで続き、無数の死傷者が出た。その頃、義弘に同心した、時戦時下が挙兵して、尾張へ打ち入り、美濃国へ侵攻した。美濃守護の、時来ますは、大内勢めの陣にいたが、直ちに美濃へ引き返して、戦時下を打ち破る。宮田時清も義弘に同心して、丹波へ打ち入り、 経へ侵入して火を放ち、三百余機で八万の幕府軍本陣を目指して突入した。自身の軍勢は幕府軍の陣を次々に打ち破るが力尽きて退却した。京国秀光は大海で挙兵して経への進行を図った。三井寺の首都五百人が瀬田で橋を焼いてこれを待ち受ける。秀光はやむなく森山に陣を構えて退治した。大内攻めに加わっていた。 京国勢戦用機が引き返して、森山へ迫ると、秀光は、時戦時下と合流すべく、美濃へ向かうが途中で、土一気の放棄にあって改装。秀光は、主従二気で落ちて行方知れずになった。なお、秀光の官職が金吾であったことから、この巨兵だけを指して金吾騒動とも称する。鎌倉久保、足利光金は一万騎余りを率いて、武蔵府中高安寺まで進んだが、 関東管令、上杉県城に収められて兵を止めた。堺では幕府軍の総攻撃を撃退した大内勢が息を上げていた。しかし幕府軍は日攻めを計画して、詐欺帳を用意して道を整え12月21日早朝に総攻撃を開始した。幕府軍は強風に乗じて城中に火を放ち、矢倉を倒して激しく攻め寄せた。杉中神は、 今日が最後の戦いになると覚悟し、山名光氏の弟の陣に突撃して見事な内死にを遂げた。これを見ていた義弘は、皇吾の内死にの孤児を引き、自分も後代に残るような最後を遂げようと決意する。義弘は、幕府軍の北側の陣に切り込み大立ちを振るって、奮戦。官僚、畠山元国の着マン家の軍勢二百機がこれに挑むが、義弘は、 良き敵であるとわずか三十機で散々に戦った。その時、岩見の住人二百機が幕府軍に内容してしまう。激怒した義弘は岩見勢に攻めかかり、恐怖した岩見勢は逃げ散った。義弘はなおも三井を討ち取ろうと戦い続け、幕府軍はこれを取り囲んで攻め立てた。義弘の手勢は次第に数を減らし森民部、進む一人になってしまった。 森民部進むは義弘を守って敵陣に切り込み、奮戦して討ち死にした。一人になった義弘は三井をめがけて、戦い続けるが、取り囲まれついに力尽きて、天下無双の名将、大内義弘入道である。討ち取って、将軍のお目にかけよと大音声を発して、討ち取られた。南側を固めていた杉、文後守るは、義弘の死を知らされて敵陣に切り込んで討ち死に。 東側を固めていた広持は、今川勢、一式勢を相手に戦っていたが、手勢も打ち減らされ、もはやこれまでと自害しようとした。平指前入道が押し止めて、降伏を進め、広持もこれに従った。その他の大内勢も落ち延びるか自害して、堺は落城した。鎌倉久保、足利光影は、武蔵府中から下付足利荘まで進軍するが、吉弘廃止の方を聞いて、 鎌倉へ引き返した。応永7年3月、鎌倉公方足利三つ金は、泉島神社に関門を奉検し、少量をもって幕府に二審を起こしたことを謝罪した。三つ金を無本に誘った、今川領春は、幕府から討伐の命を受けたために上落して謝罪し、除名された。ただし、とうみ駿河守護職は取り上げられ、老いの今川康則に与えられている。 以後は、政治活動は起こさず、和歌、恋愛に没頭することになる。また、明神寺六世十字の津田など周牧は、吉弘と関係が深かったため、吉光の怒りを買い、明神寺の治療を没収された上に、吉弘に連座して、小連位に、幽兵のみとなった。その後の論功交渉で、吉光は、大内市の文国泉、木、岩見、武禅を没収。泉を、 二木義和、金を、畠山原国、岩見を、京国高専に、巣王、長門を降参した広持に与えた。しかし、巣王、長門の本拠を守っていた森見はこれに従わずに、抵抗。広持は、幕府の援軍と共に、森見を攻めて、これを追うが、大江八年に、九州で森見は再挙し、数度の合戦の後、広持は、助かり山城で滅ぼされた。 森見はさらに、秋、岩見まで勢力を伸ばす。幕府もこれを認めざるを得なくなり、大江十二年頃に、森見に、巣王、長門の守護職を与え、さらに武前、筑前の守護まで加えて、ようやく基準させた。こうして、一旦は没落しかけた大内氏は再び勢力を盛り返すことになった。この欄の内容は、軍記物語である、大江記に記されている。作者や、 成立年は不詳だが、乱の終結からあまり時間を置かずに成立されたと推定される。別名の通り幕府側の視点で記録されているが、乱の資料として信憑性は高いとされる。写本として境気がある。ありがとうございます。